俺のスピードメーターがうずいてる。体のパーツが近くにあるってことだ。死んだもと踊る。足があったぞ。まだツートンか。ふくらはぎは素敵な日焼けだけど、太ももはネバネバのままだ。C2 に接近中。警告、女王グマ型生命体はエネルギーコアを所持しています。よし、やってやるぜ。といってもゴムを買おうって話じゃないからな。いや、緊張するし、ゴムを買うのと似た状況かもな。あれか。よし、わかった。
接近中。敵は見えてる、任せろ。了解、気をつけろ。注意しろ、女王が来たぞ。ロボットパンチに漏らしちまったかも。やっぱりな、ボルトが転がってる。C2 復旧。システム稼働率 50%。 急がなければなりません。雲型生命体は私たちの介入に気づいています。本当か？ああ、俺には全然そうは思えないんだが。雲型生命体は他の惑星の壊滅を渇望しています。そして多くの個体が進化を始めています。より強く、より早く。ニック、事態は急を要します。このままではあなたの奥さんと子供は雲型生命体に殺されるでしょう。ふう、おい、マジかよ。そいつはひでえな。お前も聞いただろう、世界の運命は俺たちにかかってるんだ。
宇宙包帯2だ。きつくなってる。それは無理だデイブ。じゃなかったデイブ。仲間のためにあそこにある体のパーツを取ってきてくれ。よろしくな。体の一部を拾ったぞ。足の親指だな。それは足の親指だ。手のじゃない。ああ、俺は手の親指が足の親指のように見えるタイプなんだ。
製造センターに接近中。ああ、こいつはいい。アンの子作りが見れるぞ。助けてくれ。俺はもっと世界の力になれるはずだ。配備してください。ああ、なんで何もかもそう壊れてやがるんだ。ブラストドアが故障。他の経路を見つけてください。ふう、謎解きかよ。修理ボットを配備してください。マックソ、青すぎやな。誰が来るんだ。火星の警備会社か。エラーコード502。プログラムされていないロボットが配備されました。適正ロボットです。ああ、黙り方を覚えないとな。おい、冷却ファンに当たったぞ。手動で修理ボットを配備してください。どうやるんだ。もう一度コンソールを叩け。二度は起きないだろ。自信満々だな。よし、いいかニコラス、乗るか死ぬかの一発勝負だ。今のなしだ。賭けは一人でやってくれ。お前ついてないな。ボットを守ってください。修理ボットを守るんだ。悪いロボットを撃つんだぞ。違いは分かるな。ちょっと見た目が怪しい奴らだ。できます。ロボット製造センター復旧。あのロボットは戦力になりそうだな。いつこっちに攻撃してくるかと思うと恐ろしいもんだけどな。
あれは故障だ、ニコラス。そういうことだってあるさ。心配しなくても大丈夫だ。アンがダンスを制御してくれるから問題ない。それはどうかな。怪しいもんだ。接近中。おお、なんだあれ。今後祈ってるぞ。どうやってあそこまで行くか俺には見当もつかない。ある程度キュレートベルトに集約する必要があります。その通りだな。あー、なんて賢くてセクシーな女なんだ。あー、なんでわかるんだ。そりゃこれまでたくさんの電話オペレーターの声を聞いてきたからな。見た目と声が一致する女はわかるんだ。アンの名前がジーナだったらもっと最高なのにな。元モデルのジーナ・デイビスにアヒル口のジーナ・ガーション。俺の中のジーナ・オブ・ジーナはリングで戦うジーナ・ガラーノだ。いいか、セクシーな名前は重要だ。でも俺の希望を全て満たす女なんて存在しないってことは分かってる。とにかくアンは本当に特別だ。この感情が愛ってやつかもしれない。愛なんて信じてないだろ。おい、俺にだっていつかはな。そう、やられた。しかもこの砂、荒くてザラザラしてて、そこら中に。お前は最高の相棒だ。そっちに向かってる。無理だ、アミーゴ。アンテナ B2 に接近中。おお、なんだあれ。今後祈ってるぞ。どうやってあそこまで行くか俺には見当もつかない。ある程度重力ベルトに習熟する必要があります。その通りだな。あー、なんて賢くてセクシーな女なんだ。あー、なんでわかるんだ。そりゃこれまでたくさんの電話オペレーターの声を聞いてきたからな。見た目と声が一致する女はわかるんだ。アンの名前がジーナだったらもっと最高なのにな。元モデルのジーナ・デイビスにアヒル口のジーナ・ガーション。俺の中のジーナ・オブ・ジーナはリングで戦うジーナ・カラーノだ。
いいか、セクシーな名前は重要だ。でも俺の希望を全て満たす女なんて存在しないってことは分かってる。とにかくアンは本当に特別だ。この感情が愛ってやつかもしれない。愛なんて信じてないだろ。おい、俺にだっていつかはな。宇宙コウモリだ。マジでイラつく。位置を更新しました。なんでだろうな、アンと接してると今まで感じたことがないような気持ちになる。まるで心の奥深くにある玉がギャーってなるみたいな。変な話だけど、アンは時々俺の親父みたいなんだ。親父は俺に興味がなくて冷たい態度を取る。アンもそんな態度を取る時があるだろう。そういうところに興奮するんだ。十徳ナイフにもう一つおまけ。警告、付近に女王蜘蛛型生命体。なんてこった、女王がいるぞ相棒。ビデオカードがいかれちまう。恥をかかせたくない。ホワイトライガーの曲で盛り上げないとな。それでこそ相棒、クソ攻撃されたら。実は俺、ロックの女怪物復活ツアーでスタッフやってたんだぜ。こいつらのパーティーは激しすぎる。知ってるか？奴らはショーの前にお互いのケツの穴に薬を詰め込むんだ。喉を守るためらしいが、ドラマーも一緒にやってる理由がさっぱりわからない。
奴らはキラットで買収宿の支払いを俺に押し付けてとんずらしやがったけど、本当にクールだった。
ャンによると女王の個体数は減少しています。安心しました、ニック。おお、間一髪だったな。よくやった兄弟。Thank you.